皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。高校受験対策、定期試験対策にもなる中学理科基礎ミニテスト、今回は雲の出来方の実験についての問題です。図のような装置、これを使って雲の出来方を調べました。フラスクがあって、で栓をしてあって、こちらにデジタル温度計、こちらに注射器、これがつながっています。丸1、フラスコ内を湿らせ線香の煙を入れる。丸2、注射器のピストンを引く。このような操作をしました。質問の文章は、1、注射器のピストンを引くとフラスコ内の気圧と温度はどうなりますか。2、フラスコ内に線香の煙を入れたのはなぜですか。3番、ピストンを引くとフラスコ内にはどんな変化が見られますか。この3つです。皆さんはどうぞ一度ここで動画を止めて答えを考えてみてください。そして答えが分かったらもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこうなります。1番のピストンを引くとフラスコ内の気圧と温度どうなるか。ピストンを引くと空気が膨張して気圧が下がって同時に温度も下がる。だからどちらも下がる下がる、こうなるわけですね。2番、ね、フラスコ内に線香の煙を入れた理由、これは水蒸気が水滴になりやすくするため、水蒸気が水滴になりやすくするため。3番、ピストンを引くとフラスコ内にはどんな変化が見られますか。これフラスコ内が白く曇るんですよ。この理由はピストンを引いて温度が下がって、その温度が露天以下、露天ってのは水蒸気が水滴に変わる時の温度ですよね。露天以下になると水蒸気が水滴に変わって、それでフラスコ内が白く曇って見える、このようになるわけです。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。